治ったね、電波全部立ってる、よかった。ただよかったよかった、あ、びっくりした、あっとかやめてよ、あ、いちごいる、ありがとう、じゃあ協力してで、ちなみに、なんかこっちさ、ギガチェンジでさ、あの、つなげたりしたらこっちの電波が悪くなるとか関係ないよね、重くなるとかないよね、平気かな、あ、そう、テザリング大丈夫か、そしたら電波悪くなる場合も、あ、ニコありがとう、ありがとうございます、かっちゃん、あ、チコンキありがとうございます、あ、テザリングはムロっちゃうの、ムロヒーがそうやった、ちょっとやめとく、1号さん誰だろう、よいしょ、ありがとうございます、あ、625ナイス、え、でも言うていけるんじゃない、これ、あれ流したかったのに、かわしたやん、クソくん、うっ、後悔する、なんかさ、あの、静香ちゃんに眉さ似てるって言われるじゃん、あの、なんかね、あの、静香ちゃんのさ、あの、なんだろう、あの、テロップの待ち受け、あの、待ち受けの時なんか大抵似てるなって分かる、なんか言いたいこと分かった、うん、コラボしたい、静香ちゃんと、本当に似てるのか、なんか分かる、言いたいこと分かる、これはあの人工、あ、フェイクでも、はい、あの、熱海だからね、静香ちゃんね、うん、なんかわかるよ、あ、632円ありがとうございます、なんか、あの、静香ちゃんのなんか多分ね、加工美顔機能の顔が前に似てんじゃない、なんか似てるんだよ、確かに、うん、お寿司、てかさ、のりちゃんアルバイト始めたってマジ、やっぱツイキャスって稼げないのかな、あんなのりちゃんでも、うん、ね、本当にないし、ありがとう、まゆちゃん復活してくれて嬉しい、あ、ありがとう、ちくんき3個、あ、綺麗な方から、あ、嬉しいです、無料、皆さん無料の蓄音機ください。あ、ありがとうね。いけてててててて。オープンチャット。え、オープンチャットって、あの、アプリ自体がなくなるの？のりちゃんがアルバイトって衝撃なんだけど。なんか、配信者の夢がなくなるやん。オープンレックってなくなるの？10時までに、大丈夫で、あと160ナイス、台本なのかな、ダメだ、この最後の1個が食べたく、お腹いっぱいで食べたくない、なんで最近発達障害みたいなサムネやめたんですか、え、みんなにやめろって言われるから、なんか怖いとか、よいしょ、部屋公開は多分今7時でしょ、予想を早くて7時でも、それはみんな次第、その方がいいですよ、真面目に気持ち悪いですもん、じゃ見なきゃよくない、もう気持ち悪いとか、お前のコメントが気持ち悪いかな、話題のカップ、これかっぱ寿司じゃない、でウーバーってさ、ハマっちゃうね、ちょっと気をつけなきゃな、機長が気持ち悪いからで、飛んだ飛び火なんだけどかわいそうでしょ、ねえ、見なきゃいいよね、でも見ちゃうんでしょ、謎なんだけど、
あ、7時じゃなくて8時か。早くて8時。これ、ダイソーね。まいちゃん、いつも暗い髪なんで明るい。え、私、髪明るいよ、普段。え、むしろめちゃくちゃ暗くしたんだよ、最近。キムキムが眉可愛くないって言ってるぞ。なんか炎上したいんじゃない。なんかネタがないんじゃない。眉ストレートいい感じ。あのね、宿毛してめちゃくちゃ楽。もうアイロンしなくてもいいもん。ありがとうね。あと56ナイスで700だよ。あ、クマありがとうね。うん、ありがとうございます。まゆたん、最近ケールカップやめた。そのうちが真似してケールカップでハイボール飲んでる。たんわりとマジでケールカップ やめたね。いや、ちょっと、ね、おしゃれな女になろうと思って。もうなんかちょっとね、卒業しようかなって。アニティとか軽量カップとか。あ、10個ありがとうございます。セクハラコメできなくてすっげえストレスだからお前しばく。え、どういうこと、ゼロさん。どういうこと。あ、いいよ、じゃあセクハラコメゼロさんだけ、特別にゼロさんだけ。ありがとう、10個。あ、合コンありがとうございます。まゆちゃんのセンス好きだからルームツアー楽しみ。あ、ありがとう。マジでマジで、あの、かわいいかな。かわいいっていうか、まゆちゃんになりたいみたいなお部屋になっちゃう。あ、合コンありがとうございます。まゆちゃん、マグカップとステッカーありがとう。そして今日彼氏に振られました。嘘でしょ。みちゃん、彼氏に振られた？振られた？大丈夫かな？嘘でしょ。あの、すごい応援してくれてるリスナーさんが振られちゃったんだけど、どうしたらいい？みんな、ちょっとみんな相談乗ってあげようよ。いや、辛いの分かるから、私もその体験を。そのミーコじゃないよ、次がある。みんなどうやって乗り越える。私どうやって乗り越えたかって、やっぱこう見えるじゃん。見えて、あの、すごいこうくずっぷりを発揮したから、まあそのおかげがあるけど、別れたらもう会えなくてさ、で美化しちゃうじゃん。こういうところが良くて、なんかこういいところだけ思い出しちゃうっていうかさ、まあ、時間なんだよね。まだまだいい男に出会えるチャンスだよ。そうだね。ちなみにみちゃんってめちゃくちゃ可愛いからね。めちゃくちゃ可愛いよ。あの、ほんとめちゃくちゃ可愛い。もったいないね。いや、マジでめちゃくちゃ可愛いんだよ。いや、可愛いならすぐできるよっていう問題でもないよね。だって自分がやっぱその人がいいって思っちゃう わけじゃん。やっぱ別れたばっかってね。眉5点だったら100。まあ時間が解決するのと、あと、まあ眉の配信見ること。眉の配信見てて。みんな簡単に言うからね。眉の話なんかためにならん。え、そ、まあそうじゃなくて、なんかこういうくだらない配信とか見て元気出してってこと。いや、他にもいるよとか、それもうなんか適当すぎ。男なんて人口の半分が男なんだよとかさ、そんなの知ってるしって話。あ、復縁するかもしれないしね。見返してやろうよ。そうだね、可愛く、もっと可愛くなって見返してやろうよ。プラスに見返してやろう。まゆちゃんのトリートメントよかった？そう、まゆね、男は可愛くなったところでやるしか興味ないからな。いや、でも意外と男の方がめめしかったりするよね。あ、
うん、別れた最初は女の方がすごい傷ついたりするけど、吹っ切れたら早いよ。だけど男の人って一生さ、全部の元カノ、だから最初から付き合ってた元カノシリーズ全部さ、俺の女って思ってそうだよね。でずっとなんかこうそうじゃないね、あの女は上書き保存ね、男は全部フォルダがあってさ、カスワンなっていうか、いや男の人ってみんなそんなイメージなんだけどな。恋失恋も一日で、それは早すぎるけど、だ 女引きずっても、あの次男できちゃったら、あの記憶ないからね。記憶なくない？女ってマジで。なんでなんか記憶喪失になったレベルでさ、覚えてなくない？これなんか病気なんかな。でなんで元彼さ、そんなこと細かく覚えてんの。しかもなんかさ、元彼とかに久々に連絡来てさ、ヤッホーマユーみたいな、久々飯食うかみたいな連絡来るじゃん。え、お前誰みたいな、え、誰だっけみたいなレベルでえ、誰でしたっけみたいな。いや、これ別に持ってないよね。え、しかもなんか飯行くかって絶対私があの行くって言ってる体で誘ってきてる、なんかこう自信ある感じも謎いし、で断ったらびっくりして、これあるあるだよね。あ、そうそう、私も一人名前忘れてる人いる。半年付き合った男、名前なんだっけ、なんだよ。あ、てか名字も忘れたし、本名も忘れた。あだ名で呼んでる、あだ名で呼んでたさ、元彼いて半年付き合ったけど、もう本名忘れちゃった。あるあるすぎるやばい、こういうこと言うか、私男リスナーさんいないんじゃないの。嘘だよ、嘘だからね。ゼロさんいるかな。ゼロさん嘘だからね。ゼロさん嘘だよ。あのセクハラコメント、あの待ってるよ。すりガラス、これは自慢じゃないよ。そう、自慢じゃないでしょ。で出た、あのでこれ言わないじゃん、あの眉持ってるとか眉自慢してるとか言わないでしょ。これもう全女性の経験してると思うよ、みんな本当だよね。マジで記憶ないんだけど、一人元彼の名前なんだっけな、本当に忘れちゃった。タバコやめてないよ。前にはあの女配信者みたいに痛々しくなってほしくない。え、誰のこと全部当てはまっております。え、てかさ、あのさ、ギリ名前は覚えてるけど名字なんだっけって、歴代の男ほぼほぼ下と上と下どっちか忘れてるパターン、なんでなんだろうね、不思議だよね。で、なんで男はさ、こと細かく覚えてるんだろうね。なんか別になんかトラウマがあってなんか忘れてるとかじゃなくて、興味がなすぎちゃったな。まあでもそうなるから大丈夫だよ、みちゃん。なんだかんだね、ほんと切ないけど、私も35キロにな、失恋して35キロになっちゃった時あったの、倒れて食べれなくてさ、でなんかなんかその元彼が自分から私のこと振っといて4年間引きずってたんだって、前のこと。で私がなんか引きずってるって勘違いしてて告白されたの、しかも上から。もういいんじゃね俺たち戻ってもみたいな感じでね。あ、もう振られたのが8回目だから、あ、復縁しまくってるんだ、みちゃん。あ、5個ありがとう。え、じゃあそれ復縁すんじゃない、復縁するんじゃないそれ。いや、これは自慢話になんの、ちょっとむずくない、なんか。いや、あるでしょ別に。で私それで、いや無理なんだけどって、
いや普通に無理なんだけどってか気持ち悪いって言ったの。そしたらその人からもう二度と連絡来なくなって、で1年半後に結婚したね。いやこれは自慢話になるの？もうなんでだよ。これは持ってるってなるの？いやなんか友達に聞いた、じゃ友達が言ってたの。なんかあいつなんか久々になんか遊んだらなんかそう言われたんだけどさ、実はずっと前のこと引きずってたんだよって。 でも気持ち悪いみたいな、気持ち悪いってなっちゃう。気持ち悪いっていう言葉しか浮かばなかったな。あ、そうですか。こっちが、あ、もう本当になんかもう、でさっきのはさ、じゃあ、もう分からんわ。まあみちゃん元気出してね。654ナイスありがとうございます。あと150ナイスだ。いけるいける。ケーキありがとう。アプリありがとう。もう抱かれた男に抱かれるとかもありえないよね。どうだろうな。なんか人によるかもしれない。人によるかな。人によるかもしれない。なんかありだった、まあありっちゃありな元彼と気持ち悪いっていう元彼、どっちかじゃない。甘い髪自分で切っちゃった。普通前髪普通になったからお風呂入ったのね。いやさっきお風呂上がりでも汚いって言われた。お前はすぐやるよ。え、絶対に無理ない人もいるよ。絶対に。だからその気持ち悪いっていう、なんでだろうね。なんで気持ち悪いってさ思う感情が謎いよね。だって好きだったのにねっていう。まゆちゃんの料理配信、あ、そうだね、やらないとね。っていうかもう自炊しないと、そもそも。そうそうそう、気持ち悪いってなるよね。謎にその気持ち悪く好きな人が一気に元カレが気持ち悪い。あー、そのパターンもね。ハゲヤンキョとかやめてよ。もう今それやめてよマジで。よいしょ、また沸かしてくださいふわっちオワコン。ありがとうございます。オワコンか。まあいいんじゃない、女の子は別に。そんな沸かせないとってしんどいよ。逆に自分が元彼気持ち悪い。まあそうだね。え、でもなんか男ってそう思わないんじゃない、多分。だからみんなあの元カノだけど、元カノみんな俺の彼女って思ってそう。え、なんでこんな火薬で埋まってんのか、ちょっとやめてください。やめてください。みーこちゃんとの仲良し配信も楽しみにしてます。あ、そうだね。みーこ好きな人も多いしね。ちょっともういいよ、やめてよ、かやくさん。マリの長所と短所？ポジティブなところじゃない？長所でもあり短所であるんじゃない？チャリ旅も場になるしね。チャリ旅も。カヤクに付き合ってほしいってマジで言ってない。命かけて言ってない。あ、定期ありがとう。皆さん蓄音機もくださいね。カラオケはね、一昨日したんだよ。ちょっとね、カラオケそんなに歌っちゃったらもう飽きちゃうよ。そこまでポジティブじゃないよね。あ、てかなんか配信やってからなんかちょっとひねくれるなった。でももともとめちゃくちゃポジティブだ。あ、でもポジティブだよ。でも言うても
やっぱ配信やってもうちょっとね下がったけど、それでもやっぱポジティブかな。ちょっと気持ち悪い、やめて。やてかさ、マジ衝撃なんだけど、これ見してやろう。あのさ、なんか今日さ、チンコのさ DM 来たっつったじゃん。嘘でしょ。ちょっと待って、ねえ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 、ノリピーから DM が来ました。コメント規制で、10月10日まで応援することができなくなりましたって。え、何これ、通報した誰か、ノリピーのこと。どういうこと。ノリピーってナイスポチって押してくれてる人だよ、前のリスナーさんの。え、それって何、通報したの。コメ版って通報だよね。ありがとうございます、あてちゃん、ありがとう。素敵な場所ができてよかったね、ありがとうございます。また花火連投、あ、ナイスポチを連投したから。いや、アンチコメじゃないでしょ。え、それは連投、10月10日まで、これなんか通報されたの。あ、通報したんだ。いや、アンチコメするわけないじゃん。そっか、かわいそう、ノリピー。いやいや、あのね、違う、あの連投でもね、なるんだって。確かいたわ、リスナーさんで、あの応援してくれて、なんか普通に応援してる連投でバンになった人何人か。でも連投ってさ、あのできないようになってるよな。そうや、同じコメントって連チャンで書き込みできなくない？あ、そうだよね、結構ね、弾幕扱い。あー、そうそう、スペースとかであのやってたんだけど、それでもダメなんだ。いや、そんなことないって。まあでもやめようよ。そう、ノエピーのない。